ペインザピー、どうもカンタです。 MC バトルというと別名言葉の格闘技とも言われているフリータイルラップによって相手と本気で争い合うバトル。これまでも即興で生まれたパンチダンやライブによって様々なベストバウトが生まれてきました。ただそんな言葉の格闘技 MC バトルにおいても言葉以外の武器を用いて MC バトルを完全攻略した MC たちが多数存在しています。その中でも今回はズルすぎる反則スレスレの裏技を使った MC たち5名を紹介したいと思います。意外すぎる MC バトルの攻略方法を楽しみに、チャンネル登録もよろしく。それでは行きましょう。まず最初に紹介するのが MC バトル界の現役最強王者ヨフカルマさんが使った反則スレスレのずるすぎる裏技です。ヨフカルマさんというと言わずと知れた MC バトルの現役最強王者、実際に賞金獲得総額も1000万超えであり、最近では MC バトルのみならずマッドマックス TV という討論番組のモンスター的立ち位置になるなど本当に幅広い分野で活躍されています。正直なところヨフカルマさんというラップスキルだけで十分に反則スレスレというか強すぎる方なんですが、ラップ以外にもパフォーマンスで注目を集める方の一人でもあります。例えば UMB2014 の際にはなぜか目が見えないという設定でステージ上に登場。同じくジェットシティピーポーのメンバーであるケイリーさんに手を控えながらステージ上に登場するというわけのわからないパフォーマンスを披露しました。思わず1回戦の対戦相手のリラックスさんも苦笑いしていましたね。他にも戦国 VS 凱旋の決勝戦の前に水を飲みながら司会の怨念ジャップさんに対してこの水吸い殻入ってんでという風に会場をピリッとさせた雰囲気に変えた後に、いや冗談だからという風にジョークを言うという決勝前なのに余裕プリも見事に披露されていました。とにかくエンターテイナーなリョフカルマさんですが、そんなエンターテイナーっぷりが一番発揮されたバトルかもしれないのが凱旋 MC バトル2020の冬の陣決勝戦のムートンさんとのバトルです。相手が MC バトル界屈指の強豪ムートンさんということで延長前で決着はつかず延長戦にこの決着はもつり込んだわけですが、延長戦に入ってから流れたビートは DJ セロリさんによる8都庁。セロリさんがビートチェックをしている途中に手に持っていた機能棒をステージ上に置き、観客からするとリョフカルマさんがついに本気モードになったかと思われました。しかしながら実はこの機能棒をステージ上に置いたのには別の意図があったようです。ムートンさんが3バース目に言ったパタパタ飛ぶよだって8と蝶がかかってるからよというバースに対して、パタパタ飛ぶんじゃねえ、蝶はふわりふわりだぜ、それを分かってないの頭割りとムートンさんのバースに対して真っ向からアンサーを返し、その後そこに財布、そこにジャケット、そこにキットサングラスで魔法陣完成といった感じでステージの四隅に物を置いていた理由は魔法陣を作るためだったということが判明しました。もう本当にこんなことされたら他の MC たちからしたらたまったもんじゃないですよね。この魔法陣に関してはもともとバトルの前からこういったことを言おうと決めていたのか即興で思いついたのか分かりませんが、とにかく自分の着ているものを使うという反則スレスレの裏技に認定させていただきたいと思います。続いて紹介するのが MC バトル界の裏技王といえばこの人かもしれません。リスの極みメガネことドタマさんです。ドタマさんというとフリースタイルダンジョンの初代モンスターや UMB2017 で全国王者になるなど長い間 MC バトル界の最前線で活躍してきたベテラン MC。 すごく真面目そうでありサラリーマンのような見た目をしていますが、ディスに関して鋭く、また予想外の方向からディスが飛んでくることからついた別名はディスの極みメガネ。本当に私以外私じゃないのっていうぐらいにグサグサさせていきますよね。また今年に入ってからは渋谷レゲエ祭 VS 新アドレナリンや先日行われた戦国 VS 凱旋といった MC バトルで優勝、まさに完全復活を遂げる1年となりそうです。そんなドタマさんが MC バトル中に使った反則スレスレの裏技というと主に2つ。1つ目は先日行われた渋谷レゲエ祭 VS 新アドレナリンでの完璧すぎるバンドコントロールについてです。この大会はレゲエ DJ8 人ヒップホップ MC8 人という形式で行われており、ビートに関してもヒップホップもしくはレゲエからダーディーミックスのバンドを選ぶことができるというルールになっています。やはりビートを担当しているのがダーディーミックスというバンドだということで、様々な MC たちがバンドの音量を突然下げたり突然音量を元に戻したりといった感じでうまくバンドを使いながら MC バトルをしていくことが求められました。特にその前の大会だとムートンさんがバンドを完璧に操っていましたよね。そのムートンさんなどの様々な MC たちがバンドをうまく操っているのを見たからか、ドタマさんが出場していた2回目の大会ではほとんどの MC がうまくバンドを操れるという状態になっていました。その状況を見て初出場であったドタマさんは困惑、バンドを全く操ることができないかという風に思われていましたが、キョトラさんとの1回戦でまさかの隠し玉を披露。バース中にこれってどうやったらいいんだ、一体みんな教えてくれよといった感じで全員に教えをこいながら、ダディミックス止めてくれええー、やというと魔法を使ったかのようにバンドが一気に
に停止。その後ドタマさんが吐いた言葉は、これで合ってるの？あまりに間抜けした様子に会場は爆沸きしていました。これが天然なのかわざとやってるのかわかりませんが、ドタマさんの裏技強すぎました。そしてもう一つが戦国九将ガッティさんとのバトルで使った前代未聞の裏技です。 MC バトルでよくあるディスとして、対戦相手の俺の方を見てくれといった感じで目線を合わせてくれと要求するディスがあるのですが、ガッティさんもドタマさんの方に対して、俺の方をもっと向いてくれ、客の方ばっか向いてるんじゃねえといったような内容を飛ばしていきます。それに対して完璧な解消を見せたのがドタマさん。客の方を向いている、確かに飽きてきた、だからお前の後ろを向いて話す、お前も客も見てね、こんな斬新なスタイル今までにねえだろといった感じで後ろを向きながらフリースタイルを始めます。今までに一人もいなかったパフォーマンスに観客も爆上がり、最終的には司会の八森さんの方を向きながら、いやもうこっち向いてやるわ、八森さん、あどうもお疲れ様ですといった感じでドタマ節が炸裂していました。もうこういう風にね、観客が面白いということをできるっていうのがドタマさんのエンターテイナーたるゆえんだと思います。今後もね、こういった感じで突飛な行いをドタマさんには行ってほしいなと思うばかりです。続いて紹介するのが、もはや存在自体がずるすぎる裏技かもしれないこちらの MC、 エル指定さんです。エル指定さんというと皆さんもご存知の通り、 R 指定の左腕という肩書きを持つ、 R 指定さんのモノマネを中心に行っているヒップホップ系 TikToker です。実際に TikTok では様々な MC のこれまでにバトル中に言ったバースや楽曲の中での歌詞を引用しながら様々な動画を投稿しています。例えば YouTube で一番再生数が多い流行りをカスタムしすぎた R 指定では、トラボルタカスタムのビートに乗せながら TikTok で流行っている音の呼吸や、ののかちゃんのパンチライン、シャインマスカットのお団子といった様々なフレーズをサンプリングするといった動画を披露しています。個人的に僕のエル指定さんでのおすすめは、シュータさんとギンギンギラを合わせたシューシューシュータという動画です。話はそれましたが、エル指定さんというと最近では MC バトルにも挑戦。今年の4月に行われたシンアドレナリン新生 MC バトル外伝編では、ヨフカルマ VS エル指定という伝説のカードが実現。 R 指定さんさながらのパフォーマンスを見せ、会場を大いに沸かせてくれました。そんなエル指定さんの一番の裏技というと、このヨフカルマ VS エル指定でのバトルの後のお話。やはり初めての MC バトル、そして対戦相手が史上最強の男呂布カルマということで、あっけなく敗北してしまったわけですが、二人は握手を交わした後、呂布カルマさんから、これで俺 R にリベンジを果たしたってことでいいですかという風に聞くと、エル指定さんからまさかの返答が、いやーやっぱ強い、呂布カルマ強えわといった感じで、なぜか R 指定さんのモノマネであるエル指定さんが呂布カルマさんをモノマネするというわけのわからないことになりました。これにはさすがに呂布カルマさんもステージ上で爆笑、エル指定さんがもはや何者なのかわかんなくなってしまうような面白すぎるワンシーンでした。続いて紹介するのが、 MC バトル界の一番のお騒がせ男かもしれません、アマテラスさんのとんでもない行動についてを紹介します。アマテラスさんというと MC バトルでたびたび事件を起こす人物。 MC バトルに出始めた際にはレペゼン KO の KO ボーイとして、全身白い服を着ているお金持ちというキャラクターで Under 22 MC バトルを中心に活躍していました。白金の街をセグウェイでビューンって言ってリアルだと思えるのってアマテラスさんぐらいですからね。その後 MC バトル界から突如姿を消しますが、2019年の Under 22 MC バトルファイナルでなぜかホストのような格好で再び復帰。本当に謎が多くて、たびたび私たちを楽しませてくれる MC ですよね。アマテラスさんが MC バトルに出ると何かが起こるっていうのは間違いないと思います。そんなアマテラスさんで一番の事件というと、皆さんもご存知の通り戦国17章での縄跳び事件でしょう。バトル手裏剣さんとのバトルで、インというボードを持ったアマテラスさんと縄跳びを持った謎の女性が登場。1バース目はアマテラスさんは靴を脱ぐということだけで終わり、2バース目ではバトル手裏剣さんの前でインというボードの上で縄跳びをするという奇妙な光景が繰り広げられました。あまりにリスペクトが欠けた行為と思ったからなのか、バトル手裏剣さんはステージ上から無言で立ち去り、戦国 MC バトル史上初のノーコンテストという結果になりました。これだけでも十分事件なわけですが、アマテラスさんにはもう一つとんでもない裏技を使ったバトルがあります。それが2017年に渋谷ファミリーで行われた戦国新年会。戦国新年会ラウンド1ダイジェストという動画の中に、アマテラス VS T バングというバトルがあるのですが、そこでアマテラスさんは衝撃の行動を行います。それは何かというと、相手の T バングさんが先行で1バース目を蹴っている途中に、どこかから持ってきたシャンパンをステージ上で解放。その後観客に向けてシャンパンを向けながらフォーという規制をかけ始めます。これには観客も耳を取られてしまい、 T バングさんもあっけに取られる結果となってしまいました。もうこんなことアマテラスさんしかできないですよね。とにもかくにもアマテラスさんらしいとんでもない大事件でした。そして最後に一番裏技という意味で近いかもしれない MC バトルを紹介。それが J2A MC バトルの中の一つとして行われた母の子宮 VS ニドラアサシンです。こちらのバトル、ニドラアサシンさんの早口ならではの弱点が出てしまう結果となったバトルなわけですが、一体どんな展開だったのかというと、先行であったニドラアサシンさんがいつも通り早口でテクニカルなバースを披露。あまりにレベルが高すぎるがゆえに
観客も少しポカーンとしているような様子だったのですが、その観客の様子をキャッチしたのか、相手の母の子宮さんが見事なアンサーを披露。やべえ、俺の耳今日最高だ。おめえが何言ってるか全部聞き取れたわ。何、広瀬アリスとすずだったら広瀬すずの方が可愛いってアリスだろうといった感じで、ニドラアサシンさんが全く言っていないような内容をでっち上げてディスるというまさかの攻撃方法を見せました。全く聞き取れないのであれば、全く架空の内容を聞き取れたことにしてしまおうっていう母の子宮さんの頭の良さ、さすがだと思います。というわけで MC バトル界で裏技を駆使した MC たちを紹介しましたが、皆さんいかがだったでしょうか。今回紹介したもの以外に他にこちらの裏技があるみたいなものがあったら、ぜひコメント欄の方で教えてください。カンタのなんだかんだではヒップホップの面白さをより身近な存在にしたい、そんなコンテンツになってほしいと思い、毎日18時に動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。またヒップホップについてより深く知ることができるチャンネル、カンタのなんやかんやでも活動をしております。こちらでも精力的に活動しておりますので、よかったら登録をお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。それではまた。裏技というわけではありませんが、ザ・バトー2013の再延長の末にステージの床に落っこちたノンキーさんっていうのは皆さんにぜひ見ていただきたいです。床に落ちながらもフリースタイルを続ける勇気、びっくりリスペクトです。